フェンスいいですからね、はい、そうそういうね、イカルガのスティール、そうなんですよ、シャブリック・ランドルフ、外で渡辺、無理しないですね、ロスタートスター M1、 パネルのボールではない、まあ、フィガではないボールを使っています。なるほどね、ロスター、ここは決めました。そして前からブレックス、ハミルトン、ハミルトン、ああ比江島ブロックじゃないでしょうか。そうですね、後ろからブロックしましたね、ロスター、外、渡辺、渡辺、モリーです。この辺がね、ショットクロックが5秒、はい、ストレス溜まってんですよ。モリーのフローター、決めた。これはね、うまいですね。7点リード宇都宮。ランドルフと通面ゲーム、ピックアンドポップでランドルフ、ランドルフは竹内康介に結果的にはパスになりました、ね、はい、ロスター対ラモント・ハミルトン、ターンして抜けた、うまいですね、うまいですよね、ショットクロックは11秒、比江島が空いた、あー、これはブレックスのナンバープレー、まあ、同じポジションなんですけれども、ミスマッチも起きています、はい、ランドルフ対パーキンズ、ランドルフはシュートを決めた、ここでオフィシャルタイムアウト、ラモンド・ハミルトンに入った、1対1してハミルトンが、はい、ここはバスケットカウント、なんとかハミルトン3秒、もう打つしかない、しかし決めた、これは大きいですね、さあロスターです、落として竹内康介、よく見てますね、はい、ロスターです、ロスター、前にハミルトンがいた、しかしそれでも決めたロスター、2人行ったところにターンしましたけどね、ここはパーキンズ、ここもそうですね、高さがシャットアウト、遠藤が前、遠藤ユーロステップ、決めた、なかなかね、マッチョディフェンス、ブレックス、モリーからパーキンズ、ダンクです、当てなくていいと思うんですよ、これでパス出ますよ、ロスターです、自分で行きました、ステップバック、決めた、本当うまいですね、イカルガ、あっとパーキンズが抜ける、ここは奪ってパーキンズ、ね、イージーバスケットにつなぎました、完全にノーマークができてるんですよ、あとこのターンオーバー、はい、もうそして竹内康介、竹内康介がダンクシュート、勝負ありということになりました。一旦は第4クォーターに入ってからも点差1桁まで新潟は迫りましたが、